俺のつま先がリアルフェイどうもシミで2代目アルトメシミです。古城の上からお送りするんですけども、今回ねビッグベイトをちょっと紹介したいと思います。でこれ見てください、今用意してるんですけども、これジョイクロ、ジョインテッドクロ178、みんなが大好きジョイクロ、そしてこっちにノイジーダックスっていうエバーグリーンのビッグベイトもあるんですよ。でこのひときわでっかいこのバカみたいなのが、これがアイスライド 262T、 こんなでっかいマグロのビッグベイトがあるんですね。これジョインテッドクロ、ノイジーダックス、このサイズのビッグベイトっていうのはまあ皆さん投げたことあると思うんですけど、こういうのってなかなかね、投げてるのあんま見ないじゃないですか、動きとか。このでかさですから、ね、相当でかいよ本当に。これなんか置物みたいなレベルのやつね。これをちょっと投げてみたいと思います。ということで、この今回用意したロッドは TR を使って投げたいと思います。来てる来てる来てる、このデカさだからね。本当はスローシンキングなんですけど、フローティングモデルにします。でフローティングにするやり方としては、フックを変えて軽くしてフローティングにさせると、そういう仕様にします。さあどうですか、これこの大きさ。これでも食ってくるからね。食ってこないとしてもサーチベイトにはなるよね、絶対に。まあ今はねちょっと冬なんで、もう表層にいるわけないんですけど、こういうねビッグベイトもあると。さあスーパーゆっくりでこんな感じ、これがアイスライド 262T でした。